岩塩はこの項目へ転送されています。岩塩は、論語の変名のことも指します。顔会は、孔子の弟子の一人。尊称は岩子、意味名は、会、字は支援、ゆえに岩塩とも言う。後世の儒教では四世の一人、また、生として数形される。どの出身、アナモン十明の一人で、随一の秀才。孔子に、その将来を嘱望されたが、 孔子に先立って創生した。眼海は名誉栄達を求めず、ひたすら孔子の教えを理解し実践することを求めた。その暮らしぶりは極めて質素であったという。このことから、老僧思想と結びつけられることもある。末裔に、眼涼、眼の水、眼神経が連なる。眼海の暮らしぶりは極めて質素であったという。論語ような理変などによれば、 わずか一杯の飯と汁だけの食事をとり、狭くて、みすぼらしい町に住んだという。論語には眼海への賛辞がいくつか見られる。例えば孔子が、眼海ほど学を好むものを聞いたことがないや、同門の秀才志向が、私は一を聞いて二を知る者、眼海は一を聞き手十を知る者、と述べたことが記載されている。眼海は孔子から後継者としてみなされていた。 それだけに創生した時の孔子の落胆は激しく、孔子は、ああ、天割れを滅ぼせりと外端した。眼界が貧しく、食物を手に入れるのすら難しかった時、欲のない眼界に、成人の道に、ちょいと評価し、眼界は私を助けることはせず、ただ黙っているがしっかりと私を理解していると評価した。このように、論語の先進第十一には眼界に関する記述が、 多く、中でも眼界がなくなった、眼界シスで始まる箇所が数箇所登場し、これもまた孔子が眼界に対して評価していた証拠と、言える。式中寺で死列伝第七によると、高額であることに加えて、怒りを移さず、過ちを再びせずと孔子に評されている。また、二十九歳で頭髪がすべて白髪だったという。両春秋、新聞欄人数編には、陳の役の際の、 眼海各色説話が伝わる。その他、純子愛好編と、指導編、反歌外伝巻に、真珠雑事語などにも登場する。説問解時によれば、淵という漢字には、海水という意味があるため、眼海の意味なと字は対応している。製品を重んじた人物像などから、眼海はしばしばどうかと結びつけられる。原学の時代に書かれた、論語集下では、 先進第11に出てくる空ジに関して、眼海を、どうかの人物であるかのように解釈している。創始では、孔子と眼海の二人の会話がしばしば描かれ、特に体操紙編では、二人が樹家思想を否定して、同化思想を肯定する、という会話が描かれる。このことにちなみ、各末弱は、創集が樹家八杯の一派、元種の樹出身の人物であると推測している。 二十世紀末、岩海が登場する進出文献がいくつか発見された。その例として、上広諏訪へ、関、岩塩門を講師、同、君主と命令がある。このうち、岩塩門を講師は、その動画的内容から、総集工学の著作とする推測がある。岩海を祀る顔病、三等賞極府死語寛題には、王光る、論公、低言論語中、低公、 監視費、五感所公有伝書祭のデ行と公有の会話などで眼解が研究されており、それぞれの眼解像が伺える。特に論考では従来の文献に見られない眼解指揮説話が語られる。三国隆以降、石典において孔子に重視され、また公正では四世の一人、また生として数形される。三等賞極不死には、 眼界を祀る病がある。日本の千里宮は、失踪をもんじる、わび茶の精神から、茶道具のひさご花入れに、眼界の命を与えた。ありがとうございます。